水都市植物公園は、茨城県水都市にある植物公園。面積約8万平方メートル。主要施設は、テラスガーデン、干渉大温室、熱帯果樹温室、植物館、芝生園、ロックガーデン。同じ水都市にある快楽園が和の庭園であるのに対して、水都市植物公園は、洋の庭園という位置づけで、植物の展示、 園芸相談を通して植物に関する知識の向上を図るともに市民に対して憩いの場を提供している。宮の池の周辺を造成して建設され自然美と人工美が調和した景観に大きな特徴がある。また、干渉大温室等の暖房に隣接するおぶ清掃工場の余熱を利用していることも特色の一つである。設計者は植物園や 園芸建築を数多く手掛けた滝光雄である。樹木は約2万8000本、地比類は約14万6000本植えられている。公園中央部に位置する干渉大音室は広さ1561平方メートル、花の回廊、鉢花室、角滑室、卵室、大音室、多目的室から構成される建物である。収容されている。 温室植物は約500種1万5000本。暖房にお武清掃工場の余熱が利用されている。設計者の滝光雄は立体回遊式あるいは内外混前一体式と名付けており、一般的な温室と区別して美術館、展示館のような鑑賞用温室と評され、日本造園学会賞を受賞した。構造としてコンクリートフレーム内は耐候性鉱材、 屋根は、ポリカーボネートいた。干渉大温室入り口脇にはハンカチの木が植えてあり、干渉用のスロープを登って高い位置から、間近にハンカチの木の花を干渉することができる。また、スロープ横の展望台からは、干渉大温室の横に位置する芝生園を一望することができる良いスポットとも、なっている。園内南に位置する約千二百平方メートルの薬草園では、 水戸公文こと徳川光国が水戸範囲の鈴木総与に命じてまとめさせた日本最古の家庭療法の本、休眠病薬に載っている薬草を中心に約50種類の薬草が栽培されている。各薬草の側にはその効能や休眠病薬の文章などを紹介するパネルが設置されている。この薬草園を整備した理由について園長の西川綾子は ミトにしかできないことは何かと考えて歴史という切り口に気づいたと語っている。2016年7月にミト市と陽明酒製造株式会社が締結した薬草を活用した官民共同事業に関する協定により2017年4月に面積を1850平方メートルに拡張し故障をミト陽明酒薬用ハーブ園としてオープン予定。薬草園を入ったところには 行動館の瓦が利用された縁取りがある。これらの瓦は2011年3月11日の東日本大震災で被災した際に再利用不可能とされたものを持ってきている。瓦の模様は氷炭から水が出ている様を表しており火災予けの意味があるとされている。薬草園の中には、卑クズ、ハト麦、紫、ナルコユリ 赤座など多くの薬草が植えられている。赤座は、水戸黄門が使っていた杖の材料であり、利用者向けに杖を貸し出したり、杖作りの実演を行っている。その他に、以下の施設がある。各種同公会による展示会やボランティア活動が行われている。ありがとうございます。